私ドクター熱血が一から作り上げているブレソル攻略ウィキの紹介です。2年前から公開しておりますが、認知度が一向に上がらないため、今後動画の冒頭で宣伝させていただきます。ブレソルを始めたけれど何から始めていいかわからないなどの初心者の方へ、おすすめのクエストの進め方やグループバトルのノーマル、ハードなどの各種クエストの攻略法、最新ガチャの紹介などもしております。中級者以降の方におすすめなのは、各星4キャラクターがどのクエストで手に入るかを全て網羅しており、霊玉の回収の手助けになると思います。ウィキには概要欄から飛べますので、お気に入り登録やブックマークをしていただき、ぜひ熱血性のブレソルウィキのご活用をよろしくお願いいたします。また2022年末より毎週水曜日22時頃からと言いつつ、大体23時ぐらいから YouTube ライブでブレソル1週間のまとめと共闘を放送しております。現在150回を超えて放送を続けております。お時間がある方はぜひ見に来ていただけると嬉しいです。こんにちは、ドクター熱血です。さあ本日は千熱血編プライズガチャ妖撃より、氷すべ一兵衛始めるかの、始めましょう。必要な素材、覚醒、はい、強化をサクッと。はい、必要な素材。能力解放からの強化。このキャラは強攻型冷圧、できれば10まで上げましょうというところですね。で、ここも20まで上げた方がいいですが、とりあえずまずは紹介の時は15に抑えていきましょう。海岸に関してですけれども、レベル1だったら、冷圧、レベル2だったら冷圧、回心、レベル3で冷圧回心攻撃、これで強攻撃のダメージ上がっていきます。防御体力が好きな順番で、特別抽選は冷圧回心がおすすめです。冷圧に250と回心戦だったら冷圧250の方がおすすめですと。ですね。で、ボーナスアビリティ、1個目は体力最大時全ダメアップ、2個目、グループバトルベリーハードメインとして使うんであれば、弱体でしょうね。弱体全ダメアップ、グループバトルハードで、必殺技ワンパンしたいっていう場合は、防御低下能力負荷の重ね掛けっていうところでしょうね。じゃあ一旦ここで挟みます。はい、こちらがレベル200まで強化した氷すべ一兵衛。所属は死神0番隊、キラーは死神キラークインシーキラー、必殺技真打ちシラフで一文字、クロアリの名前を刻み込んで踏みつぶし、あたた敵全員に絶大ダメージを与え弱体にする。ソウル特性は強攻撃クレアム 12% 短縮、すべての攻撃に弱体がついて、ゲージ持ちですね。ゲージ解放時、強攻撃ダメージ 100% アップ、強攻撃1つアッププラス1。パッシブスキルは緊急回復回数プラス1、緊急回復距離アップ、麻痺無効。アビリティで、バトル以外限定で、クエスト開始時ゲージ 70%。ゲージ解放時、クールタイム 30% 回復。ゲージ解放時、一定時間、冷圧 50% アップ。強攻撃 50% アップ、強攻撃クールダム 12% 短縮、体力最大時はボーナスアビリティで 25% つけています。敵撃破ごとにゲージ上昇、強攻撃範囲アップ 20%、強攻撃範囲アップ、強攻撃ヒットスアッププラス1、必殺技ヒットスアッププラス1、状態上プラス5秒、敵、防御低下能力負荷、敵ガード無効、赤攻撃無効貫通。
グループバトルと、限界討伐クエストで役に立つキャラですね。グループバトルはハードですら必殺技ヒットスワッププラス1と、あ、でもあれか、状態異常不要時レア圧 80% アップがないから、ハードではさらにいいキャラはいるかもしれないけれども、ベリーハードでは非常に役に立ちますね。ニニーちゃんと、ハロウィンニニーちゃんと同じで敵撃破ごとにゲージ上昇があって、非常にゲージが回復しやすい。でさらに、クエスト開始時ゲージ 70% アップなん、あ、 70% からなんで、すぐにまずゲージ発動が可能というところも大きいですね。ただグループバトルのベリーハードで麻痺無効っていうのは噛み合わないんですよね。この麻痺無効が噛み合うのはどこかっていうと、これ直近で行われる予定になっている、あ、じゃ限界討伐クエストの適性なんですね。敵がクインシーで、敵の属性が即で、で麻痺注意、麻痺マップなんですね。なのでそういった意味で合ってると。始めるかの、まあメインとなるキャラクターは、あの、状態異常を踏むなというところなんでしょうかね。グループバトルはね、名もなき剣で、名もなき十字でわしを殺せると思うかね。ヒョウスベ一兵衛、ひょうひょうとした振る舞いを見せるゼロ番隊のリーダー、マナ交渉の二つ名を持つ。残幕刀を解放すると筆の毛先は刃へと変化する。はい、アクセ、まあ、テンプレセットですね。転身対競争剤、まあ、一つはハンチング棒、一つは副干渉とかでもいいんじゃないかなと思います。でクールを12、12、14と組んでみると、クールタイムトータル 50% 短縮。ただもちろんより良いのは強固いクールタイム短縮に強固いダメージアップの方がより良いです。まあ、12、12、14で組むとクールタイムが 50% 短縮となりますと。こんな感じですね。もちろんこれ20、20、20に上げた方がいいし、で、ボーナスアビリティは、体力最大値とグループバトル、ハードで行くんであれば防御低下能力負荷、ベリーハードで行くんだったら弱体値全ダメアップっていうところですかね。さあ、じゃあ実戦いきましょうか。あ、継承の試練行きたかったな。マジャー相手が弱すぎる。始めるかの、決戦カッポランカン。でゲージ解放、鉄砲殺カッポランカン。距離アップがあって非常に移動がいいですね。通常振りの速さは波ですね。強一、集めてドンタイプですね。ザッポランカンで、強二が、もう今ね公式の動画、はい、鉄砲殺、奥行きのある前方攻撃ということで、強三、けしからん、画面全体ですね。で敵撃破で簡単にゲージが溜まって、ゲージ解放でできることであれば、ゲージ解放を強3で打つと今
見れましたかね。あの普通に強酸打つと12秒なんですけども、解放を強酸で打つと5秒でいけちゃうんですね。ザッポランカン、鉄砲殺、はい、行ってみますよ。もう一回強酸で発動するとどうなるか。はい、5秒です。こんな強い攻撃が5秒で打てます。はい、必殺真打ち白筆一文字、黒蟻のごとくに踏みつぶされて死ぬがよい。え、またゲージ溜まっちゃった。で押せばクールタイム回復もあるんで、まあ、困った時は強酸をすぐ使えるように強1強2発動でもいいんじゃないかなと思います。真打ち白筆一文字、黒蟻のごとくに踏みつぶされて死ぬがよい。やれやれ、はい、めっちゃ強いです。始めるかの。さあ一回紹介したんで僕は20まで上げます。え、想定とするのは限界討伐クエストおよびグループバトルベリーハードなんで、僕は弱体全ダメアップをつけます。ここも10まで上げます。さあこっからちょっと重要です。まず死神キラーとして見た場合に、まあ、最近はね、まあ、その技の死神キラーっていう比較よりも、まあまあとりあえず、まあ、まあ技の死神キラーの比較で言うと、室ヶ谷くんが状態常時レア 80% は必殺技ヒット数アップの、キャラですね。防御低下能力負荷はないのか。どっちの方がダメージ出るんだろうな。弱体持ちなんで、和尚の方が出そうですね。ちょっとなんとも言えないけども。はい。で、クインシーキラー。これしかいない。っていう比較よりは、最近はグループバトル、ベリーハードを想定すると、技じゃなくて、死神キラー赤っていう比較がいいんじゃないかなと。で、そうすると、対抗馬としては、宇野花さん。宇野花さんも敵撃破ごとに全ダメアップという形で、めちゃくちゃ火力が出るキャラクター。まあ、属性によって使い分けてもいいのかなっていうところで、同レベルの、まあ、同じ必殺技レベル、ただ1と1だったら、まあ、どっちの方がいいんだろうなって、ちょっと使ってみないとわかんないですね。王将は圧倒的にクールが、クールタイム短縮、が楽なんですよね。ゲージ発動時 30% 回復なんで、相当強攻撃の周りがいいんです。なので、どっちの方がタイムが出るか、でもクリスマスじゃない。ハロウィンの兄ちゃんが相当良かったんで、それを考えると、和尚も相当タイムが、レベルマとかであれば相当出ると思います。ただ、宇野花さんがレベルマだと、いやまあそこまですることねえかな、みたいなところですね。そして、クインシーキラー。ここは、戦歴戦山 G がいて、ここも、もちろん火力がぶっ飛んでます。そして、強二の追尾設置で相手を拘束する力も優秀。同じように、必殺技ヒットスアッププラス1に強攻ヒットスアッププラス1も持っていると。まあ、クールの点で言えば、ゲージ持ちの和尚の方が、バンバン強攻撃が打てるんで、どっちの方がグループバトルベリーハード最善かって言われたら、おそらく、和尚の方が、タイムは出ると思います。が、これまた、戦歴戦山 G がレベルマだったら、まあ、例えば、10秒縮めるのに、レベルマにする必要があるか、みたいなね。そういったところじゃないですかね。
何度も言うけど、もちろん強いです。和尚はぶっ飛んで強いです。ぶっ飛んで強いんだけれども、まあ、同じような死神キラーで、宇野花さんを最強にしてありますとか、クインシーキラーで山地を最強にしてありますっていうの場合は、ちょっとどうしようかなーっていうところですね。何度も言うように、同じ必殺技レベルであれば、おそらく和尚の方がいいと思います。死神キラーはちょっとね、なんとも言えないな。宇野花さん、そのクールとか、いらないほどに、その、各ステージ強攻撃2発ずつでいっちゃうみたいな、そんなレベルに強いんで、まあ、よく言えば属性ごと、最後の属性が即属性だったら和尚を使ったりとかね、属性によって分けるっていうのはいいかもしれないですけどね。はい。まあ、何にしても、まあ、強いっす。始めるかの。名もなき剣で、名もなき十字で、わしを殺せると思うかね。めっちゃ強い和尚をぜひゲットしてみてください。これからね、ピックアップも来ますんで、これだけ欲しい場合は、ピックアップ引くもよしだし、なったらレベルマネラウンだったらピックアップ頑張りましょうというところですね。今回はここまでです。以上、ドクターネックでした。お疲れ様でした。